家好、おしおかじ。今日のテーマはハンサムという言葉です。僕が日本語教師をしていた時、よく女子生徒から言われました。先生、本当にハンサムですね。对不起，这是骗人的。このハンサムという言葉は英語の handsome から来ていて、顔の整った男性を指すな形容詞です。教科書にも載っているので、日本語学習者はよく使う傾向にありますが、実は日本人は使いません。正確に言うと、若い日本人は使いません。今、日本でこの言葉を使う人は少しお年を召した方が多いです。ちなみに50代前半の僕の母親は使ったことがないと言っていました。他にも男前や二枚目といった言葉もハンサムと同じ意味で使われていますが、これらも少し古い言葉です。じゃあ今の人は何という日本語を使うのでしょうか？那就是イケメン这个词。聞いたことがありますか？この言葉は主に容姿や服装が魅力的、かっこいいという意味のイケてると顔を意味するメン、または男性を意味するメンから来たと言われていて、10年以上前から辞書にも載るようになりました。語源のイケてるはもうほとんど使われなくなりましたが、イケメンは今でもよく使われている言葉なので、かっこいい男性を見たときはイケメンですねと言ってあげてください。もちろん僕に対して使っても OK。 はい、というわけで今回はイケメンという言葉を紹介しました。それではまた次の動画で会いましょう。またね。